はうの、パラプンテ、J リーグサッカーチャンネルです。というところで、今回残留残り2枠をめぐる争いというところで、J1 第35節、J1 の残留争いですね、の、えー、プレビュー、まあ、見どころ等をやっていきましょう。よろしくお願いいたしますと。と ということでさ、35節は結構ばらついての開催になってきますんで、一部、えー、ゲームが終わったところも、えー、ありますけども、さ今回はまあ残留争い組の、えー、見どころと対戦カードの確認をやっていきましょう。さ残念ながら前回サガン鳥栖は降格、えー、決定と、ね僕は鳥栖市民なんでね、えー、本当に残念ではありますけどもね。で 京都をね、今回紹介するかどうかで結構悩んで難しいんですよね。京都とか未消化文がえあるクラブはね。まあ多分京都は大丈夫な感じがする未消化文があるから大丈夫かなと思いつつもでもどうなるかちょっと読めないところもねえ、あるよねというところにはなってきます。じゃあやっていきましょうかね。まずこちら。 これらのサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。詳しくは動画概要欄から。 ってところでこれが、えー、J1 のここまで出ている結果と、えー、今回の対戦カードですねだから、まあえー、現状残留争いとなっている新潟もですけどもう実はもう1個未消化分あ、未消化,な個消化しちゃったんで、まあ、今回、紹介はしませんが、まあ、残留争いというところですねでガンバ、グランパスは3対でグランパスが敗れてだから新潟も敗れてますんでルバンカップねさあ、この新潟、名古屋はどんな形になるかと、ね、いうところでしょう。で 周りのスルは終わってますねで、あとは一応こんな感じの対戦カードで残留数グループでいうと札幌がセレッソとそして SC 東京と湘南とそして、えー、広島京都そして福岡レイスル、えー、トスゼルビアというところでございましてだから今回はもう新潟は紹介しませんまあ、結果一応出してますしまあ、紹介終わってますんでというところででこちら ほんで、これが順位表にはなってきます。これが、えー、J1 順位表になってくるんですけども、だからまあ19位の札幌勝ち点32、そして18位ジュビロ、ね17位がレイソルとね、でもレイソルは1個未消化分はもうないか、そうかもうね、えー、未消化分ないですね。もうややこしいな、ほんとなんかね、えーまあ、未消化分はもうレイソルはないんで、まあちょっときつい状況に、 追い込ままれてるなっていう感じがしますで、えー、先に1個逆に消化分が多い新潟ですねまあ消化分が多いというかね、えー、あれですけど先に終わっちゃいましたけども勝ち点が40試合数3535 35試合終えた時点でえ勝ち点が40の16位なので今回レイソルは引き分けかレイソルは引き分けで新潟を抜く得失点差の関係で引き分けでえ勝ち点で並ぶけども得失点差の関係で追い抜くというところにはなってきます で京都も勝ち点41で、えー、15位なんで勝ち点的には残留争いなんだけどもでも未消化分が2試合あるもんな今回紹介すべきかどうかみたいな。 ところも、えー、あるんですけどもね、まあ紹介しなかったらね、結構ね、えー、DM とかで怒られますんでね、えー、今回一応、なんでお前京都はお前違うのかよと、俺らばっかり紹介しやがってみたいなね、なんかたまにね、えー、来たりとかね、えー、しますんでね、今回ちょっとね、紹介、結構大変なんですよ、我々もこうやって喋ってる中ではね、というところで、こうぜまして、まあ京都は大丈夫な感じが正直するけども、えー、じゃあやっていきましょうかね、こちら。 中道、えー、でまずは神戸、ジュビロからやっていきましょう、まあ、ここはちょっと優勝争いグループの話でもヴィッセル神戸の方でやってますが、えー、ジュビロ現在の勝ち点35、18、まあ、何かが勝った たもの同士の対戦ですねまあ神戸は優勝ジュビロは、えー、残留というねこれもさっきちょっと僕ね、えー、別のね優勝争いプレビューの方で話した内容に被ってきますけど申し訳ないですね、えー、中東ジュビロ、ね、直近5試合が2勝1分け、えー、2敗なのでまあ言うてねグランパス広島に負けたけども5分の3で勝ち点を取ることができているというところはジュビロからしたらまあ前向きに考えてもいいんじゃないかただここから神戸頑張っていう上位陣とゲームが続きますで周りノス がねだからね、ACL に注力するのであれば、このリーグ戦はもうメンバーを落とす。まあもうリーグ戦はもう何もない状態のマイナスにはなってきますんで、そう考えると、まあそれよりも ACL だよねというところになってきますんで、ねえ、なかなかにね、ジュビロはこのマイナス戦、どんな対戦ねなるかというところでしょう。まあフルメンバーのマイナスよりももちろんね、ちょっと ACL に向けてリーグ戦メンバーを落とすみたいな、ちょっと逆転現象が、ね、本当はね、リーグ戦に向けて ACL、 メンバー落とすみたいなところはあるんですけども逆転現象が起きる可能性がありますのでそうなればちょっと勝率はねこのマイナス戦は上がるのかなというところになってきます。さあ果たしてジュビロはどうなるかというところでしょう。でこちら 広島、京都、こちらもちょっと優勝争いプレビューの,方の話だったんですけども、も京都は勝ち点41の15位、そして直近5試合が2勝1分けの2敗と、前回、突栖に勝利、まあ、数的不利の京都が突栖に勝利というところになりました。まあ、あんまりこううん、正直、京都の数的不利感は感じないぐらいの退場後、見事な、ねえー、応急処置だった。でも、その応急処置というか、でも、ね、やっぱ京都強気でしたもんね。あ,あそこをベタ引きせず4、4四4のブロックじゃなくてね、4四4 1にするかと思ったんですけど、 でもそこはね、えー、しっかりね、前線3枚残すみたいなところで、しっかり対応してきましたね。まあ4、えー、4、四だから4、2、3か、4、2、3みたいな形で、前線3枚を基本的に残して、そこでね、突の3パックに圧かけていくみたいな試合だったんで、そこ、前線、あ、残すかっていうね、強気だなっていう感じがしたんですけど、それが、えー、見事にはまって、ね、あまりこう数的不利感を感じなかった、えー、前回、突戦にはなってきます。こっから京都はね広島川崎 鹿島、なかなかこれ難しいフロンターレもね、鬼木監督のためみたいなところも、えー、あるかもしれませんしで、鹿島、鹿島でやっぱりもう、どんな状況でも負けることができないみたいな、えー、ところありますんで、さあ、京都さんが生き残ることができるかどうかというところでしょう、まあ大丈夫とは思うんだけどもねとい、えー、ったところでございましょう。でこちら ほんで札、札幌、セレッソ、札幌で勝ち点32、19位というところで、直近5試合2勝1分け2敗。なんか、うんこの残留争いをしていくれば2勝1分け2敗とか、なんかね、そんなところが多い。まあでも2勝してますんでね、まあ、この中断期間を札幌、えー、どう生かしたかと。ね札幌に対してセレッソもこういう監督の退任が 決ままっていますが前回は同じく残留争い中のジュビロに破るちょっとね珍しく、ね、キム・ジンヒョンさんのミスが出てしまった、えー、ゲームだったかと思われますまあ、1対2で破、えー、るというゲーム展開でしたけども,でもそれ以前はね負けがねこれ直近5試合で4勝、えー、3, 勝3勝してますんでね、まあ、調子自体は悪くなかったセレスト、まあ、ある意味で この中断期間というところがね、いい昇休系タ,タイミングだったのかなという感じがします。まあ札幌もね、あんだけ絶望的な、えー、状況だったにもかかわらずね、上げてきましたね。こんだけ調子を上げるとはという感じがします。まあこのままね、まあ奇跡の逆転もあり得るんじゃないかというところでございますね。で、こちら。 福岡レイソルというとこですね。福岡、えー、長谷部監督の退任が正式に発表となりました。まあ、新監督も決まったのかと。まあ、僕は志垣監督とかね、よくね、えー、レノハの志垣さんとかね、いいんじゃないかとか。まあ、他の方も言われてましたけどね。えー、やっぱやってるサッカーの質とかレベル考えたら、長谷部監督の政党後継者志垣さんとか面白いなとかね、ほんとね、僕も思っていたんですけどもね。まあ、しかしどうなるか。まあ、志垣さんは、もう、もうレノハ山口との契約延長発表、延長じゃないか。えー 気とこにあってきますんでどうのなか分かりませんけれども、えー、福岡のほ新監督が誰になるのかと。 いううとこででしょうでレイソルは勝ち点39、17とね井原監督の古巣福岡とのゲームにはなってきますがまあ両者似たような数字かなまあ、福岡1勝1分けえ1勝1敗3分けでレイソルも1勝1敗3分けなんでまあ、両者全く直近甲子の勝ち点はね同じというところですねただ福岡はねクラブ新記録の4試合連続無失点中でやっぱりあの長井さんが毎試合ビッグセーブを しているんですよね、まあ、ゴールキーパーは本当ビッグセーブがないみたいなところがいいんでしょうけれどもねただ、しかしまあゴールキーパーがまあ良い意味で目立って結果は、ねまあ、ちょっと点もね5試合で1点しか取れていないのも気にはなりますけれどもただ、4試合連続でえ無失点これは福岡新記録らしいですね、この記録の継続なのかでレイソルはレイソルでまあ浦和戦がね23日にありました、まあ、ゲーム感覚という意味ではちょっとレイソルの方がねえ有利なのかもしれません。まあ、ゲーム感って結構重要と 言われますんでそんな中でまあ浦和戦破れはしました最後またねだからゼルビア戦浦和戦って終盤の PK で失点 ししてててままっっいいいるるんででで最後までねねここそねいい展開に持って勝つことができかかどうかちょっと2試合連続 PK でね、ゼルビア戦も勝ち点3が1になって2ポイント落として、前回もまあ1位は持って帰れるかなっていう展開で0になっちゃったんで、まあある意味でね、勝ち点3を2試合で落としたっていうことを考えられますんで、ちょっとね、このね修正をどう考えるか、まあでもやっぱ守備は基本的に安定もしてますしね、まあちょっとね、直近の成績が似たものとしてございますけれども、どうなるかとえいうとこでしょう。 でこちら SC 東京湘南というところで SC 東京の勝ち点51位、7位そして湘南ベルマーレは勝ち点41の14位というところ SC 東京ね、クラモスキー監督ここに来て調子を上げてくるとね、いやー広島戦の台風問題以降ね、一気に結束力が高,高まったんですかね、直近5試合4勝1分け中ね、鳥栖に引き分けた以外はしっかり勝ってる、ヴ、ま、ィ、あ、ッセル・神戸にも前回荒木選手の通話アーで勝ってますしね。で ベルマレちょっと一時期また調子落としてましたけどここに来て3連勝。まあ湘南からしても中断期間なんかいらんから早く俺たちにゲームをやらせようっていう感じだったかもしれませんけども、直近5試合3連勝。しかも鹿島、ベルディ、広島の、えー、上位クラブに勝ってますんで、この試合もね、SC 東京に勝利なるかとね、湘南がここに来て調子を上げてる。一気に順位的にも14位まで上がりましたんで、まあ湘南の残留もあと1勝ち点3かな。一勝できればかなり現実的なものになる感じがします。だから湘南と そう,まあ、そうね、湘南京都、湘南京都はあと一勝かなで、とか勝ち点ん積み上げれば、まあ残留はほぼ決定と言えるんじゃなかろうかという感じがいたします。まあ本当ね、湘南ベルマーレに関してはね、ちょっと大丈夫かっていう、本当今年ね、夏場は良かったし、でもまたね、えー、その後ちょっと調子を落とすみたいな、ちょっとジェットコースターみたいなえ1年間になっておりますけどもね、まあこれに来てもね鹿島、ヴェルディ、広島に勝つというところは非常に非常に、えー、ね、 調子の良さを感じますね、ここに勝ったらもうほぼ優勝争いができるんじゃないかっていうところにもね、えー、勝っておりますんで、さあ、えー、この試合はどんな、えー、内容、結果を、えー、もたらすかというところでしょうね。はい 中途で今回は以上です。さあもう J1 もですけど残りゲーム、えー、だいぶ減ってきました。またちょっと中断期間とかちょくちょくね、挟まるのはちょっと気にはなります。湘南に関してはね、9日のサみんなそうか。だいたいね、この、このかなとまた中断期間入るみたいなね。なんかややこしい感じがしますけども、さあ、えー、終盤どんな結果となるかというところでしょうね。はい。中途は今回は以上です。ジョパルブンテジェルサッカーチャンネルございました。よかったじゃなます。その、